始まった？パパパパパ、多分右の男っぽいやつが、多分右の黒コートが主人公。最後までやり遂げることが大事ってわけじゃないの。どうしてだ？今回は、なんていうの？溝いい感じじゃなかったか？溝いい？謎の言葉。そうでもなかったかな。大事なのはそこじゃないの、パパ。これは、そういうものじゃないの。ちょっと何言ってか分かんないね。じゃあ何だい？お、桜、もうすぐ4月ですね。起き上がる。はい。片腕えぐ。これでなんかね、この腕を伸ばすことができるらしい、こいつ。それだけはなんか PV で見た。走ることできんの？走れへんけど。右行ったらいい？はいはい。いや、PV 見た感じね、ドット絵の動きがめっちゃ綺麗で面白そうだったんですよね。娘！あ、パパ！パパー！わあ、こんな娘が欲しかった。えへへ、パパ、おはよう。おっと、我が娘は今日も元気だな。何をしていたんだ？私は何をしていたかっていうと、ああ、私、パパに見せたいものがあるの。かわいい。それ、新しいパパ？新しいパパ作ったん？これ、パパが寝ている時に私が作ったんだよ。器用やね。どう？ねえ、どう？かわいい。君がかわいい。おお、これは。パパを作ってくれたのかい？うん、上手でしょ。さすが我が娘だ。手先も器用だな。お母さんいなさそうやな。まあこんな腕の男嫌やろ。気になってしゃあないやろ、一緒に暮らしてたら。えへへ、そうだよ、私は器用なの。みんなパパに似ているからだって。まあ、友達いるんや。男か。まあ、言っとくけど、お父さんは片腕鉄じゃないと認めへんからな、娘。そうか、誰がそんなことを言ったんだい？それは内緒、うふふ。でも、パパが見てもパパにそっくりとだと思うでしょ、ね？特に顔がそっくり、失礼な。若干顔見えへんけど、ブサイクやから顔隠してんのかな。帽子深くかぶって、コートを首まで、首これどれ、かむわ。コート首までかけて、顔が？うん！今日からこれを抱っこにして寝るんだ。えへへ。抱き枕なの？パパ、あたしお願いがあるの。あたし、パパと遊びたい。へえ。休日に、ちょっとそれは疲れちゃうよ。お父さんも休日ゲームしたい。今日はお休みの日って分かってるけど、でも、だって、たまにしかないんか。休みが。パパと遊ぶのが世界で一番好きなんだもん。ねえ、パパ、あたしと遊んでくれる？なんか断れへんよ。なんか目から変なビーム飛んでるし。あ、洗濯しや。もちろんだ、我が娘を頼みだからな。かかしの代わりにパパを抱きしめてくれるなら。ふぅ、100億回だって抱きしめてあげられるんだから。楽しみ。右手が鉄、左腕が娘。新しい遊戯王カードの魔法カードでどうですか。今日は面白い道具箱で遊ぼう。面白い道具箱。パパ、早く押し入れから面白い道具箱を出して。もちろん！え？もちろんって私のセリフじゃないの？なんで娘が言ったん？ああ、かわいい。ついてくる。小さい時だけはかわいいの。JK ぐらいやったらめっちゃうざくなるからな。パパ、かっこしとけよ。幸せは今だけやからな。入ります。めっちゃボロ屋やねんけど。こんな小屋に住んでんの？腕鉄やのに、家木やねんけど。パパ、こっちだよ。ほら、上にあるでしょ、面白い道具箱。どうやってその上に置いたんや、娘は。やっぱ彼氏いるんか、娘。あら。片腕しか使えへんねや。そりゃそうか。あの片腕、フックになってんのかな。それがそんなに好きなのか。うん、トランシーバーだ。私、トランシーバーが一番好き。これがあれば遠くにいてもお話ができるから。
小村さんも子供の頃トランシーバーで遊んでたわ。うむ、ところでパパが軍隊で使ったものがなぜ面白い道具になったのかな。パパ軍人やったんや。はいはい、勝手に。あうんじゃないよ、それ子供が触れたらあかんもんやぞ。そうだな、理由なんてどうだっていいよ。あ、かわいい。私はかっこいい軍人だぞ。パパ、今日は軍人ごっこしよう。一人が隊長をやって、もう一人が部下をやる遊びだよ。私が隊長やってもいい？ねえ。私が隊長やりたい。もちろんです、隊長。ノリノリやん、パパ。わーい、これから私は隊長だ。パパ、私に鉄の虎を貸してくれない？隊長はそれを持っていなくちゃ。なんやろ、この右腕のことか、鉄の虎って。鉄の虎？ああ、なんや、これのことか。うん、鉄の虎。鉄の虎だいぶ小さいな。ええー、ありがとうパパ。どうしてコソコソ話すんだ？もうそれは私が今隊長だからでしょ、ちゃんちょ。ああ、なるほど。どういうこと？全然僕なるほどじゃなかったんやけど。え、へん。これから私はすっごくかっこいい隊長だ。誰が見ても隊長でしょ。隊員、私に続け。ちょっとお父さん腰痛いから。ああ、よし。ああ、休日に娘の世話大変やけど幸せだなって思ってんやろな。小村さんは今日も一日中ゲームしてました。今さら龍が如くセブンやってました。これこっちになんもない？なんもないか。で、走るようになったね。いいね、さっきまで歩くことしかできんだからだいぶ早い。お、ジャンプ。ウィ、どうしたらあかんの？ウィ、ウィ。娘、ようこの坂登れたな。坂ってこの崖。お、マントかあれ、かっこいいぞ。娘、かっこいいぞ。待っていたぞ、隊員。お呼びでしょうか？ああ、機関に任せる非常に重大な任務があるからだ。それは、キイチゴ隊員の救出だ。おお、結構距離あったぞ。結構距離あるぞ、娘。悪党の陰謀に巻き込まれたキイチゴ隊員は結局裏山の上に閉じ込まれてしまった。結局閉じ込められたんですね。なら結局で、裏山を甘く見てはいけない。とてつもなく強力な恐竜たちと小村さんがいんの？恐ろしい溶岩がいっぱいだ。パパ、溶岩はまだできてないから適当に合わせてね。いいよね？あ、はい、わかりました。とにかく危険にさらされているキイチゴ隊を助け出せる人は機関しかいない。機関は、ちゃんと覚えてきて。機関は天下無敵西軍政治であるため、隊長は機関が任務を無事完遂できると信じている。いや、動きが細かいな、こんなドットで。お父さん冷たいよ。反応してあげて。誠意を尽くして成功を成功裏成功裏どっちやろ、成功裏に任務を完遂いたします。隊長、幸運を祈る。かわいい。隊長、じゃあ行っていいんですか？隊長、はいはい。隊員、他のところに行ってはいけない。そうね、キイチゴ隊員を救出したければ。うっす、かわいい。 OK、 お、ちょっと待て。はい。危ない、前にはすごくすごく熱い溶岩があるぞ、隊員。あー、これ落ちたらあかんやつね。子供がよくやるやつね。小村さんも学校の帰り道白線以外落ちたらあかんというルールで遊んでたわ。溶岩はないことにしたんじゃなかったか？パパ、今私が隊長だよ。すいません。あー、ありがとうございます、隊長。おかげで溶岩に落ちずに済みました。ところで、何が溶岩ですか？うむ、草のない地面が溶岩だ。やるやる、子供の頃こういう遊びするよね。なんでこれ、これ割と全世界共通やんな。なんか自分のなんていう、そう指定されてないところ溶岩や言うてよ。みんな学校の帰り道とか遠石の上歩いたりとかしたやろ、白線の上とか。気をつけるんだ、隊員。なぜなら溶岩はすごく熱いからだ。分かったか、溶岩を踏まないと約束したぞ。いいな。よし、かしこまりました、隊長。よし、幸運を祈る、隊長。
その下がダメってわけね。SSS オンラインプロジェクト起動中。何してんの、何してんの。あれ隊長、ええちょっと待って、この世界もしかして作られた世界だったりする。娘作られたその電脳世界だったりとかしひん、この世界ちゃうよな。これ押したらあかんの、娘これ押したらあかんの。じゃあお父さん頑張るわ。えいわあ、ごめんごめん、落ちちゃった。かわいい。目からビーム出すぞ。ああ、見逃してもらった、見逃してもらった。すいません。じゃあ、頑張ります。落ちてないんで、僕。LAA。おーおお。はいはいはい。環境をよじ登ることできるんや。いいね。もうロックマン超えたやん。いいよ。ここで壁に行くね。この草じゃないところは、登れへんわけか。はいはいはい。いいね。普通のアクションゲームって感じ。慎重に慎重に降りて。これ娘どっかで見てんの？はい。わあ、いいよ。操作しやすい。よし。こうやってこの鉄の右腕があるからこういうことできるのかな、お父さんは。桜や。諸君、ここからは、チェーンフックの使用を許可する。おお、来た。チェーンフック。それと、怪我しないように気をつけるんだな。うっす。かわいい。いちいちかわいい。おお。RT。はいはいはい、来た。これね、スパイダーマンみたい。めっちゃスパイダーマンみたい。これも草しか繋げられへんのか。はいはい。おー、ターザン。光った。これを駆使して進んでいくゲームらしい。らしいね。結構なんかシリアスな話になるみたいやねんけど。はい。今のところだいぶ、ゆるふわな世界観してるよね。結構人里離れたところに住んでるみたいやけど、なんでなんやろな、それは。よし。RTL。こうして、L。L。はい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 。巻き戻しできるわけね。巻き戻して使い方当てる言い方、ま。巻き返し、こうチェーンを巻くことができるわけね。えいよ。体調なんか遠いんですけど、体調結構遠いんですけど、 LT。 おお、はい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 。ジェット噴射できるわけね。これ どうやって加速してんの。これもなんか巻きつけてうまいことやってんのかな。おお、いいね。はい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 、いいよ。はい、いいね。スタイリッシュ。はい、今度は何ですか。諸君、任務はうまくいっているか？いい知らせが一つあるぞ。その知らせとは、なんと、諸君をサポートする、にゃんこ隊員が用意されたということだ。にゃんこー。にゃんこー。何も分かってんねん、こいつ。私がじっくり観察した結果、このにゃんこ隊員は、とても可愛いものたちだ。前も可愛いぞ。そして、本当に可愛いんだ。任務が大変な時にこのにゃんこ隊員を撫でて元気を出すのだ。それより諸君、溶岩は踏んでいないだろうな。ここからはにゃんこ隊員が監視するか注意するように。お、ちゃんと仕事してる。では諸君、幸運を祈る。かわいい。ふう、やれやれだぜ。撫でれる？かわいいね。よし。じゃあ落ちよう。え？大丈夫？にゃんこ隊員、全然見てへんけど。隊長、にゃんこ隊員サボってます。めっちゃサボってました。はい。これで、よし。はい。オッケー。いいよ、気持ちいい。はい。はい。巻き戻して、よし。はい。ウィー。マジで結構距離あんねんけど。隊長、よう木内湖の場所知ってたな。一人じゃ絶対行けへんやろ。どうやら溶岩を踏んだのがバレたようだ。どうしようか。めんどくさいな。適当にやり過ごしていい？あ、
この間。で、いいんですか？いいんですか？首振ったけど。注意、この上にはとても強い恐竜がいるぞ。おお、ついに小原さんの登場や。心の準備をすること。うっす。恐竜、敵が出てくるのかな。よし、わあ、出たな小原さん。色違い小原や。くらえ。ああ、小原、小原二枚抜きしちゃった。あ、ケイチガヤ、小原さん弱すぎる。娘わざわざあれ作ったんやな。ここまで来れるんや一人で。あー、寝ちゃってる。ごめん、小原さん倒しちゃった。わあ、無敵のエリート兵士ちゃん、幸せな時期や。こんな外へ出たら虫すごいよね。なんか知らんけど体中くっつき虫つかへん。お腹いっぱい。キイチゴって本当美味しいね。そう思わない？食べたん？キイチゴって毒ないん？そうだパパ、あの上のティラノたちは元気かな？元気にしてたよ。めっちゃ元気やった。そろそろ家に連れてこないとね。やべえやべえ。あ、どっか旅に行った。あいつら一人で大丈夫や。恐竜、だって小村さん一人やもん。小村さん一人のはいい言ってたで。まさか、パパ、やべえ。ティラノに嫉妬してるの？バカで助かったぜ。あは、パパ心配しなくていいよ。私、ティラノも好きだけど、パパの方が100億倍も好きだから。ということで、パパ、次は何して遊ぶ？ああ、次の遊びがあったのか。これ、私のセリフじゃない。たまに娘一人で喋るときあるねんけど。もちろん、一つじゃ物足りないよ。なんか、逆。セリフ逆になってる。君たち台本ちゃんと覚えてきて。え、どうして？トランシーバー。トランシーバー。トランシーバーごっこをする時間だよ。トランシーバーごっことは、どんな遊びだい？お互いに見えないところで話をする遊びだよ。見えないところで？それは、すごくいいね。なんとなくパパがうまくやれそうだ。だよね、面白そうでしょ？私があっち行ってパパに無線で話しかけるね。うっす。父さんちょっと疲れてるから、走って行ってきて。パパのトランシーバーは？あ、一つしか持ってきていないの。パパが持ってくるよ。いや、パパは、キイチゴ隊員を救出するのに苦労したからね。娘や。パパ、これを使って、私がもう一個持ってくるよ。うっす。元気やな。おい、転ばないように気をつけるんだぞ。めっちゃ疲れてるやん、パパ。パパ、ちゃんと聞こえる？ああ、よく聞こえるよ。パパ、すごいよ。お家に、すっごく大きな時計があるの。時計？うん、すっごく大きな時計だよ。不思議。勝手に出てきたってこと？パパが持ってきたの？なんか嫌な予感するぞ。パパ、そんなもの、見た覚えがないが。あ、ここに何か書いてある。あ、サナビ。サナビって何？おい、パパの言うことをよく聞くんだ。今すぐ、家の外に出るんだ。今すぐ。え、なんて言ったの？声がよく聞こえないよ。パパ、でもこの時計壊れているみたい。時間が逆に。今すぐ家から出るんだ。聞こえるか？おい。くそ。デメント。急げ。雰囲気変わったね。こっから始まるわけね。シリアスな展開が。娘、今行くぞ。うわぁ。あ。爆弾やったってこと？え、死んだ？娘。歩け、よし、行け。わあ、桜の木も、
ぶっ壊れてますやん。娘。ああ。おお。サンナビ。めっちゃ映画の冒頭みたい。これで、この、なんか爆弾仕掛けたやつを倒しに行くんかな。17日後。すんごいサイバーパンクのやつできたで。はあ、こいつ。無礼なやつだな。ここがお前の家か？鉄、おとなしくしていろ。兄貴、恐れることはありません。俺がいるじゃないですか。お前がどうにかできる相手じゃん。兄貴、兄貴、心配ご無用です。弱そう、こいつ。俺があいつの首を引っこ抜くところを見ていてください。運が悪かったな、この野郎が。左に誰かいるのか？お前が来るか、それとも俺が行くか？鉄そんな、あの鉄が一瞬で。かっこいい。他にもいるなら、残らず呼んでこい。もういないのか？復讐の鬼になっちゃった。待て！サンナビ！お前が探しているのは、サンナビ。そうだろ？俺はバカではない。全部話そう。聞こえないのか？すべて話すと言っているだろう。お前が何を言おうとしているのか、すべてわかっている。市民番号？存在しない番号だ。コインを送金した口座？ダミーアカウントだ。品物を送ったオフィス？すでになくなっている。綺麗さっぱりにな。他にもあるか？情報人を人、キム社長、お前の名前が誰の口から出てきたと思うか？だったら、なんだ、サンナビについて知ってるのはそれだけだ。俺にもこれ以上の情報はない。俺が何をしたと言うんだ。一体何が望みなんだ。おお、すげえ、おお、瞬間移動した。うわあ。何か誤解しているようだ。私は何も望んでいない。お前がサンナビに売った爆弾。それが全てを奪っていった。ああ。それはもう許せんな。サンナビも許せんけど、こいつも許せんな。爆弾、それはただの事業だったんだ。特に悪気などない、ただの事業。ただの事業って言うと逆に腹立つよな。それはもうパパは許しませんよ。その爆弾のせいで何か問題があったのなら、悪かった。すべて償う。もう戻ってこねえんだよな。償うだと。金、俺の金、俺の全財産を渡すから。足のつかない綺麗な現金で。ああ、哀れ。金の問題じゃないんだよな。あ、いける。これでどうすんねやろ、主人公。サンナビを追うっていう話になると思うけど。うわぁ、かっけぇ。全部一人でやった。主人公強いんやな。なんか軍人みたいな話あったよな、自分。あ、誰かいる。エレベーターがあるや。一階。よいしょ。はっはーい。ふい。暴れすぎやろ。うわぁ、すげぇ。暴れすぎやろ。何回まであんねん。なんだと？警察相談掲示板？何を言ってんだ？さっきここに電話するよう案内されたんだぞ。確認の手続き？そんなことより今すぐここに。あ、もう帰るんでいいっすよ。うわぁ、来たぞ。やる気か？無駄に命を散らすこともあるまい。動くな。少しでも動いたら撃つぞ。撃つがいい。弱者。班長、現場に向かった方がいいんじゃないですか。あ、紳士。ちょっと几帳面な性格出ちゃったね。まあ、これホテルか会社かわからんけど、まあ、ちょっと悪いことをしてた会社の一つってことやね。お、やる気か。
撃てるもんなら撃ってみな。不買層確保があるならな。おい、てめえ、どこに行くんだ。おとなしく行かせると思うなよ。動いたら本当に撃つからな。めっちゃよそ見するやん。何を隠している。ほう、隠すって何をだ。私が、おなんだこれは。まずいぞ。わあ、おとりにさせられたんかな。うわ、ファンキーなやつ来たぞ。ファンキーなやつ来たぞ。ノーガンズライフの主人公やん。使えないやつだな。演技もまともにできないのか。こいつライバルになるんかな。なんだここ、どうしてこんなことになっている。鉄のやつは一体どこで何をしてやがるんだ。鉄瞬殺やったで。ボスは外で寝転がっているし、これはめちゃくちゃだな。この前俺が、おお、やり手やな。なんだなんだ、よきたって、それを。すごいな、久々に使えそうな客がやってきた。どうやって君喋ってんの。選手同士挨拶は簡単でいいよね。一度盛大に遊ぼうじゃないか。おお、おバトルや。ちょ、どうしたよ。攻撃がとりあえずこのチェーン飛ばすしかないねんけど、これでいい。おお、いいよ、ナイス。おお、これ繰り返したらいいんですか、それとも食らってない。えい、ちょ、よし、ボディカス、おら負けてる気がすんねんけど。殴られ返されてへん。はい、いいよ、プレス、おら、いいよ、一発も一発、ホールド、連打とホールドパターンがあるのね。おお、その煙幕おしゃれやで、ね、目の前で使わされて逃げられるのもどうかと思うけどね。はい、いいよ、ナイス。くっ、やるな。でも言うて弱い、こいつ一直線しか打てへんから。どこ行った、謎の瞬間移動やめろ。はい、光った、危ない。からのドン、いいよ、かっこいい。でも戦闘システム自体はなんか単調というか簡単やね、シンプルやね。いいよ、はい、上行って、えい、どうなる。よし、ナイス。素手のパンチもなかなか効くね。ここがこうなった理由が分かったよ。遺言はそれで全部か。ははっ、俺の前で声引く。おお、はっぷな、大丈夫？当たってない。全部かわしたね。くそ、お前一体何者なんだ。これは反則だろう。どこから来たんだ。おとなしくしていろ。ここが何を取り扱っているところなのか分かっているよな。あ、爆弾か。指一本浮かせばみんなで仲良く地獄行きさ。おい、俺の負けだ。きっぱりと負けを認めるよ。そうだ、こうしよう。お前はそのままおとなしく後ろの扉から出ていく。そうすれば俺はこのボタンを押さない。いい提案だと思うが、お前はどうだ。何を悩んでいる。お前のような化け物。おお、スナイプ。これで終わりか、こいつ。てっきりライバルになるかと思ったけど。とんだクソザコだったぜ。いや、なんか、いいなぁ。めっちゃ面白いんやけど。ドットやけど動きがめっちゃ細かくてめっちゃかっこよくない。誰が撃ったん。なんかボスが外へ寝てるとか言うてたよね、あいつ。ボスいるんか、あれ。ボス、ボス寝てる、あれ。あ、お久しぶりです、先輩、仲間か。私の前には二度と現れるなと言ったはずだ。俺言ってお話があります。結構だ。私はもう軍人ではない。お耳に入れるべきです。サンナビが再び現れました。説明するんだ。復讐の相手やからね。ここだと誰が聞いているかわかりません。ひとまずお乗りください。仲間いるんやね。はいはい。
二度と現れるなって言ってるから、軍人やったけど娘殺されてもう軍人辞めたんかな、復讐するために。なんか言え、なんか言え。お、ボス。おい、お前、軍人か。あ、あいつを捕らえろ。あいつを捕らえて殺せば、俺が。かっこいい。主人公そういえば名前出てこうへんな。